棚橋博士のポッドキャストオフ <laughs> はい始まりました棚橋博士のポッドキャストオフです、えー、ね、今日は声が弾んでますけどもね<お>いやー体調がいいなあれ、うん、体調いい体調いいですよなんか非常にお忙しかった気がする、えー、スケジュール的にはね、はい すごいなっていうねそうですもうんかよくわからないまあね疲れたことはないのでいいんですけどもちょっとあの社員の方が真に受けすぎてるかなというねそうですねええまあねアメリカ遠征の話なんかもしたいんですけどもその前にね昨日岐阜の方に行ってきまして 岐阜の実家の大垣はい、はいはい、行ってきまして、はい、その、あのー、岐阜の農協さんですね、はい、JA のレディース大会というねなんかこうご、あのー、自分たちの母親世代ぐらいの、えー、お,お姉様が集まるねあイベントの中の、はいはい、えー 講演会ですかねまあちょっとね母校とかでも今までありましたけどそうですね今回はじゃあその今回は大垣市の農協のその JA 西美濃店の支店長が野球部の同級生とあっこのインスタの写真の大エースだったんですよええ で今でもかっこいいんですけど若いでしょ若い若くて学生の時もっとかっこよくてまあ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 それはね野球部でエースででバッティングもよくて足も速くて悪いとこないんですよで僕がずっとエースに憧れてたというね裏話もあって。 つまりエースがれたエエーーススを名乗りたいけども名乗れないんですよ彼がいたからこそ。ななるほどこのねね大大橋橋さんんかあれですねスリムですし今もちょっと鍛えられたりジム行ってるって言ってましたね。 ね、それが JA の支店長に店長ででその JA の JA 社員の女性社員から「支店長支店長」店長って呼ばれててい,、はい、いいなと思ってこれいや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  <laughs> あなたも相当いろいろと,呼ば,と呼ばれて今やエースといえば逸材とかね呼ばれたりしてますけどね、まあ、エース田梨君ね、はい、エースといえば田梨ですから。 またちょっとその故郷に錦を飾るパターンですけどちょっと別パターンというかそうですね今まではその岐阜とかは公演っていうのはあんまなかったのかな、はい、小学校とかでね、はい、あの公のさせてしまったことはあったんですけど、はいはい、母校というこのね、あのー、農協さんっていうね 特に地方は j 強いですからね強い僕の実感も強いですよい。やっぱり何かとあれば何かあれば農協ですあ講演内容は年齢とともに衰えていく筋力をどう自宅でトレーニングできるかという結構得意分野でばっちりじゃないですか実践も踏まえながら1時間半お <laughs> なかなかのロングタイム特にこのちょっとね、はい、この司会の方とかがいるわけじゃなさそうですねもうお任せしますとそうですねもうあのか、ー、まずに <laughs> 得意分野なので <laughs>、はい、一番ねで質疑応答とかね実際にどういうトレーニングしたらいいかとかをやらせていただいて、はい、これちょっと新しい扉が開いたなと。 全国アンギアというアンギアこれちょっとねさらにまた移動距離が増えますねお仕事募集しておりますとまあまあまあもう別にね東京でもいいですしそうですね大阪でも巡業のね前後にあってもいいですしはいただねこれ言ったからにはね自分がやらないとなるほどやっぱりそこはそうなんですよねそうですねあれ先生調子悪そうだなみたいな感じあんまりよくないですけどでもあの感動したのはそのあの インスタグラムにも載ったんですけども野球部時代の恩師が監督が来てこの方が恩師の話はい、河本監督って言ってむちゃくちゃ怖かったんですけど今すごいね優しくなって今年定年を迎えるのかなもうちょっとだからもう本当にお疲れ様でしたという感じでね でも3人とも、なんかね、こうちょっとやっぱり若々しい感じがして、はいえー、エース、監督、控えピッチャーというね、<笑> <No>. <笑>並びになったんですけど、なるほどね、はい、ぜひちょっと皆さんい、田中市でしょうねインスタグラムでちょっと載ってますので、はいはい、<laughs> いやー、なるほど、はい、まあそれが、まあそれもねあの、えー、アメリカ遠征から帰ってきて、なんか1日でもうギフ行ってますから。はい これはね、ねはい、時差ボケ的なやつは大丈夫ですか生まれてからね時差ボケになっ,てないなったことがあるとうないです日中にねすごい眠たくなることあるんですけど。<laughs> 結構あのね、はい、今あのダンモロニー選手があの時差ボケに悩んでるとすかあ,のあまりちょっと新日本は多分初めてだったと思う。なるほどねなんはい、というわけで今回のメ簿は100年に1人に伝えたのは廣瀬と。 どうもマシ、まあ、です。す。はい、いよろししくお願いします、はい、すだいぶね、はい、トークあったまりましたけどもダンモロニーが時差ぼけで苦しんでるとあのダンモロニーがちょっとあの顔色もねちょっとなんか基本的にちょっとこうなんかこう目の下にくまがるようなタイプで彫りが深くてねそうですねちょっとあのシルベスタースタローンダークなシルベスタースタローン感じいいですけどダンモロニーが時差ボケ悩んでるとやっぱりイギリスだと真逆真正反対なんですよね、うん、完全に逆というか。 またアメリカとも違う感覚ですかね。すねアメリカも真逆か。アメリカも真逆です。ちょっとよっ距離次には西へ一回東へ一回の違いですから。一日戻るか一日進むかのいい、はいねはい、アジア圏以外はね。大体一緒。はい。も <laughs> <い> <laughs> う <laughs>、まあ、タナさんはまあそのいやでも今回も弾丸でしたからね。そうですね。到着して会見場に行って会見やって。はいはい。 で、翌日試合して、ええー、明朝。はい、朝7時かな、ぐらいのホテルも出て。はい。会長。帰って,<朝>ってきましたけども。きついパターンですね。すぐ帰って。でも今回あの一人じゃなかったので。えっと、今回はその岡田選手。岡田、ええー、石井選手井。まあ、あの。 今回次戦いますけども海の選手もいたしやっぱね心強いですね一人じゃないっていうのは結構2月3月とかね4月とか一人だったんでっち遠征がね寂しくて広報部の範囲なんていうか翔平というかされてる部の方もいていつもね さん大丈夫かしらみたいな感じで言われてますよ。でも今回岡田君も行くわねみたいな。まだ誰かがいると安心みたいな。まだ社員の信頼を勝ち得てないというね。無事たどり着けるかしらと。結構直前でどぎもを抜くことを言ってくるみたいなことがよくあるみたいな。ビザありましたけどね。パスポートって今どこですかとか。 それやめてほしいです当日とかにタさん渡しましたよみたいな大体ねタラさん前日に仕事をチェックするというそうですねもうね処理能力が追いつかなくて社会人としてどうなんだってことなんですけどねまあまあまあ無事ここにいるということはいやいやそうですね行って帰ってきたんでちょっと厳しいスケジュールをはい

あのセミファイナルでね、US ヘビーのトーナメントで、オスプレイとやったんですけども、ありました、はい、はい、残念な結果になったんですけど、あの、これはね、あの次回の念も込めて、はい、うん、次回のね、合ってるか、はい、ちょっと、あの、強がらずに言うと、はい、結構差があったっすね。あ<ら>はい レスラーはね次やったら負けねえぞと思うんですけどやっぱ何かね僕また変わらないとはい、はい、ねなかなかそう言えないぐらいのあらちょっと差はあったっすね。を感じたというかうんはいまああのー、ね僕はこう試合前の VTR でね ケニーが俺を倒せたいんじゃないのかみたいな立ちだったんですけどやっぱり一番ねケニーにリベンジしたいのはオスプレーだったっていうねところもあってそこはやっぱりね強くもってそうですよね試合はねすげえ面白かったですけどちょっとあと一歩力及ばずとなるほどこれはねちょっとまたこの今後どうちょっとね新逸材を生み出さないと新逸材僕ね殻を破りたいですねあ 脂肪という殻をね脱皮したいどっか大手エステのタイアップとか強制矯正手術みたいなあのライズアップの親友みたいなやつがあほど。ライズアップってどうなんちょっとこの「タナポ」を聴いてくれてるライズアップ関係者の方がライズアップ首脳部がね動いたらんまあでもタナさんってもうすでに。 このなんいわゆるあれってこうちょっとこうはいま僕も一言たこんですこうポチャっとした元々ポチャこんなにっていうあれじゃないですか。なのでもうそれで売ってるわけですから。ポッチャリで？ポッチャリでは売ってないですよ。まあこう鋼のね肉体で売ってる人ですから。若手の時のねキャッチコピー知ってます？お願いします。鋼鉄のフェロモンボディです。いじめかなと思いましたけど。 <laughs> 鋼鉄にさらにフェローも持ってきちゃったこ <laughs> <laughs> れはねは <い S 2> ま,あまあまあだからこうちょっとこう切実な感じですよねよりねそうですねはいでもぜひちょっといやまだねこの40代50代とかのねミドルエイジたちの,あの希望の星になりたいんでねはいやそうですよと言いつつ3年が経ってますけどコロナが明けるとと,ともに棚橋さん新しいね<は>い、えー 何か見えてくる気がしますんでねしばしを待ちをただこれ G1 っていうのは G1 ありますんでこれはもうまたちょっと戦える可能性ありますよ同じブロックになればね僕はあの結構リベンジしないといけない選手がたまってきてるんでそうですねこのね G1 のブロック分けもね注目ですねこれはえーとそろそろ発表つまりこの配信がですねはい えー、5月29日を予定してますのでおじゃあその直後ぐらいの上ホールそうそうで来るんじゃないかというねねきそうですねそれはもう出場選手だけなのかブロック分けまで来るんだったんで、ね、いやそうですねそこ毎年楽しみですよねはいあとその僕もらもうドキドキしながら見てますから <laughs> で横にね同じブロックの選手がいたらお前かよお前かよお前かよ去年は4ブロックはい でまあ、スーパージュニアなんか見てると、うん、あの10人2ブロックでしたから日程数からね大会数から逆算してどっちになるかとかもあっしスーパージュニアかなりなかてます、まあ、エグい日程だったんで、はい、ああいうことが起きるのかそれとも若干去年ぐらいの少し余裕を持ったスケジュール、うん、どうなりますかね、はい、も楽しで。 そうですねお休みだったりとかもありましたしね、まあ今年は前半戦になるんじゃないかな、前半で、ねまあ、全部出るっていうのが、一つの GI の、ねうん、売りですけど。うん、いやー、なんでね、まあ、IWGP、だからその、ちょっと話飛んじゃいますけど、まあ、今回のドミニオンで、オスプレー選手と、はいえー、ランス・アーチャーといは決まって。はいうん これまだ発表されてないんですけどおそらく、棚橋さんはどうですかね、多分ん6人タックルですねあの行く前は、はい、棚橋勝ったらそうですよこの USB のトーナメントもやらないといけないし、どうすんだとあの、ネバーの6人タックルもあるしっていう、ダブルヘッダーもないと辞さないと。 いう格好だったんですけどその場合どっちが先なのかみたいなねうまく収まってしまったこれはちょっとねやっぱり覆すぐらいのねあれを見たんですけどねいやもうあのコスチュームのね色もねまた G1 から変わるんでちょっと前倒しんで使おうかな使ってもねドミニオンでいいじゃないですかね試合違うんだったらまあまああれ色変わって出きたとあいいですね色変える変えちゃうよとはね っていうのありましたし、あとはどうでしたか。まあ結構あれですよね。あの盛り上がりがすごかったですね。あのウォルター・ピラミッドっていうね、あの三角形の青色のエヴァンゲリオンの使徒が、使徒のまんまのポルムのこれ見たことある。あれね、エヴァファン行ったら絶対上がると思うんですけど、ガン上がりですよね。ということでねやったんですけども、いや本当。 会場はどれらちょっとその最初は少し、ね、動員が心配されたんですけど、はいあのー、あと第ロ試合の時にちょっと会場の都合で全然お客さんが入ってなくてびっくりしましたけど、はい、最終的には、ね、非常にいい形でちょっとねやっぱこうロスの新日本のビッグマッチをここでやるっていう感じがある、はいうん アメリカ大会、気になったのは女子でしたね。やっぱ日試合はきついすよね今回、ストロングの新しいベルトが女子のベルトができるということで4選手参加のトーナメントありましたけど4人のトーナメントだったので最初の前半で1試合一回戦やってそうです決勝がメイベットと。 1>, まあ、ここ1回戦でやったあのアルションのねアルションじゃないスターダム,ダム <laughs> いつも間違っちゃう <laughs> スターダムのね <laughs> あのえー、ななちゃんじゃなくてももモモ選手はい、はい、と結構あの移動がずっと一緒だったんで帰りの便も一緒だったんであら、はい、あのー、あれですよねなんか お一人で、特にスターダムの関係者と一緒とかじゃなくて。はい、先乗りしてて。お一人で。いらっしゃって。うん、はい。しかも、結構英語が堪能でしたよね。すごい会見とかを見てても。はいうん、びっくりしましたね。ねいや、すごい努力家で。はい,は,いはい、はい、はい。その。機内何やってたのみたいな話をしたら。はい,は,いはい。ずーっと。はい。あの会見の。はい。英語のコメント考えてましたって。ああ、はい。真面目な子。すごい、ね。うん。 で僕なんかはねこうブロークイングリッシュというか、はい、日本語とちゃんぽんでねなん、はい、とか意味が通じる感じでやってるんですけどしっかりとした文法もねねえ真面目な子でしたはいあのもっとちょっとグラビアアイドルだったのかなはい河吾さんね河吾ももさんねはい、はい、そうですかはいいやちょっとそれでね お着物でいらっ,しゃったりそうあのね着物がねすごい持ってくの大変そうでしたよああですよね、はい、スーツケースには入らなくて<あ>こうなんかね風呂敷に包んで「これ何?」って言ったら「着物です」<laughs> <laughs> あれをスーツケース入れるとちょっと崩れちゃうのかな 入れるとスーツケースの重量がオーバーしてたみたいでまたそこから一生懸命出して風呂敷に包んでやってましたね。なるほどでもすごいね試合も面白かったしはいでその1回戦でねあの優勝したえあの方ナイチンゲル選手と試合したんですけどすごいね頑張ってたんですけどあの1個だけね、あのー

かっこいいでしだしはね田しはアドバイスしないで有名なんですけど有名でもないけどもああもったいねえなと思ってすっごい動きもいいし試合も盛り上がったんですけどもも選手のね顔が見えなかったんで「行くぞ!」っていう時もやられる時も全部その感情をファンの方に見せて。 まあ、応援につなげるので、つながるからねって言って。うん。そな,なん、て言ってました。はい <laughs> <laughs>。そうでしょうね。はい、<laughs> これいずれこの終わるじゃないですか。チャンピオンとかになったらね。うん。の時のさんそうそうそう。これからのね、<う>あの、候補選手のね。はい、試合に注目したいなと思いますけど、ね。いや。

カベルナリオねおなじみのねあの子ら弾丸でしたよギリギリについてで試合終わったらもう夜飛行機で行くからって言ってその辺もねあったのかなもし第一試ちょっと変更されてこの試合がまた面白かったんですよね ラ蘭華社の技術体系とは違うルチャの関節の面白さが出たというかねもう準ルチャじゃないですかジャベっていうのはねそうですねいやビールっすねあのヒールサイドの選手なんですけど技術がやっぱ確かなんですよね ランカシャーとルチャーが融合するというね、これね、奇跡の第一試合ですよ本当に。で、お互いの負けるかっていうね、ジ地カベルナリオのもすごいティト選手にガンガンいってたそうですね、肉体、ね、ティトなんかでかいから、カベルナリオの一回り大きかったんですけど、気持ちで向かってたっていうかね、勝っちゃうのよ。 俺ひっくりり返ましたよ。僕ももうこれはさすがにちょっとねザックもティトもやっぱ実力というかね実績ある人なんでこれ盛り上がりましたよね盛り上がりましたねやっぱりルチャ選手は気強いっすねメキシカンは気が強いっていうねティタンもねそういった意味ではねタイムリーで準決抜けて決勝に上がってきて今日はね準決なんで今タン」くるとは思わなかったもんなあ あれはみんんななひっっくり返たじゃいですかまあヒロム選手だろうっていうねやっぱり硬かったまあでも確かに得点圏なんていうか優勝準決勝圏なんですけどねちょっとねメキシカンいいですよねえ当に面白いですよこれねちょっと話がそれましたけどね女子決勝モネ選手がねそれでまあ順当といえばやっぱりまあちょっとまあこのベルト戦 作られたときにこれはやっぱもうモネのベルトだろうというふうにね言う方がたくさんいましたが試合,はまあ試合自体も盛り上がったけの一1回戦でモネ選手に敗れたメキシコの名前なんでしたっけステファニー・バッケルさんこの人も綺麗でしたよ。そうですね メキシカンの女性っていう感じででも、素晴らしい選手だったですね、ウィロー選手ね。で僕ね、存じ上げなかったんですよ、勝ったナイチンゲール選手はね。結構日本にもいらっしゃってたみたいですね、東京女子プロレスとかに東京女子か。 これはモネ選手、いちょっと正直、ネームバリューという意味では、もう圧倒的にっていう感じですよね。多分ん、これから来る選手という感じのイロー選手、試合前に話す機会がたまたまあって、あらまた髪の毛の。 金髪メッシュが部分メッシュがすごい似合ってて廊下ですれ違ったときに「いいね」って神木エビサナイスメッシュだね」って言ってあれすごい新日本プロレスのファンみたいですねそうなんですねストロングができたときからこれはチャンス来るかもしれないっていことをおっしゃってたのでちょっとまたどうなんですかね日本に来るチャンスももしかしたらあるかもしれないですし。 いやね、でも試合中ね、なんか場外に飛んだ時はか転落した時かなんかに、かかとのをいた痛めて、もう試合続行不可能だったみたいであちょっとその見てるあ、足を気にされてるなっていうシーンがこう続いてたので、うんはい、ちょっと大丈夫かなっていうのが、ねうん、ありましたけど、はい、そうですね、だからこれはちょっと意外な結末でしたけどね。はい コスチュームもね、なんかこう、白雪姫をね、オマージュしたような、モネ選手のね、これはモネさんしか着れないなっていうね、これ、毎回、このね、コスチューム、すごいですからね、思考をらしてね、姫感がね、プリンセスを、もうだからこれ、もうこのベルトが似合いそうだね、そうですね、はい。 まあでもこうやってねあのいろいろこう怪我はばっかりは仕方ないですしこういう新しい、ねはい、あのウィロー選手みたいにバーンと、ね、飛び出してくる選手がいるからこそ面白さがあってね、うん、またちょっとこれだから要するに今まで、まあ、こうそこまでこうドラマっていうのはなかったと思いますけど、うん、これでちょっとモネ選手にもテーマがねそ<う>できたと思うので、うん、これはじゃあ 今度復活していい。さすが、まあ、しいいですね。そういう視点なんですよね。やっぱり、こう、えー、アモネが行くだろうなっていうね、大概の見方がある中で。そこのヒロインに、こう試練を与えるわけですよ。はいはい、神はね。神はね。うん。まあ、今回はアクシデントでしたけど、はいはい、これをまたためになるかもしれない、ね、そうですね。なんか復活した時に。ええー。それまで逆に、この。 ユーロ選手がね、ベルト磨磨けるのか。あの女子の中でね、やっぱりモネ選手の存在感とかね、粘りが抜けすぎちゃってるんで。そうですね。確かに。だから一強。そうなんですよ。まあちょっとね、あのスターダムではあのユーさん勝ちましたけど、まあその別に価値は下がってるわけど。そうですね。はい。今後だからこれはね、いやこのモネ対ナイチンゲールツーがあるとしたら、これまた盛り上がる。そうですね。はい。 ナイチインゲルさんにまた飯可愛い,いね,っててね。あ、そうですね。何、ええ、て言ってましたあのなんか言ってましたけど、<laughs> <laughs> あまり解読解読はオフみたい <laughs> キュート。<laughs> すごくでもね性格良さそうな方、ね。そうですね。すごいね笑顔がキュートな方、ね、そうなんですよ。うん、もう試合取った後もね泣い,泣いちゃって、はい、それがまたこうちょっとグッと、うん、やっぱりちょっとそのあもう、ね、取れなかったかっていうね、はい、あのー、空気が。 充満してたんですけどそれでまたちょっとこのが、ね、でも、ね、ナイチンゲールがまた喜びをね爆発しましたんで,そ,んでそこら辺がねまたちょっとこうある意味アクシデントであれね、はい、こうベルトを手にした喜びっていうのがねそうなんですよね、はい、これはちょっと、はい、またこのね新しい展開になりましたけど、うん、っていう感じですね、はい、僕は挑戦しようかなちょっとね いろいろ今ジェンダーのな、ねはいところですけど、はい、そこはあまりベルト欲が高まりすぎて、ね、<laughs> ちょっとやめといてほしいですよ正直大人げないと。 アメリカだけもっとね今回ねペーパービューだったので皆さんね見られてない方が多いと思うんですけどもね面白い試合たくさんあこれ多分まだ見られるですし今後多分ストロングオンデマンドっていうね中で放送も多分ちょっとだいぶ先になっちゃうところがあると思いますんでぜひねいやその。 ザック選手たちとの試合とか本当にぜひめちゃくちゃね勉強になりますよねはいいやいやモロニーのクマが気になるなそうですねはいモロニー選手ちょっとそうそう帰ったらじ自殺ボケがモロニー出てますね試合はねすごかったですけどはいはいはいとわけで最後に告知です新日本プロレスは え直近直後で大阪城ホールかなそうですね、スーパージュニア終わりましたので、ねはい、この後が、えーまあまが大阪城ホール、ールそしてオールトゥギャザーと、はい、これ、ビッグマッチがあの東西でというか、続きますので、はい、6月4日は大阪城、ねはい、そして6月9日、オールトゥギャザーと。はい上ホールではね、あのー、g 1の出場選手の発表なんかもあるかもしれないんでね、はい、ある可能性もです、ね、今後のね、ねはい、新オンプレスのね、はい、あのー、 戦いに期待していただきたいということではい。ありがとうございます。はい、というわけでね。はい、以上、棚橋弘至のボットキャッツオブでした。ありがとうございました。ありがとうございました。